折米優斗とは、日本のスケートボード選手。東京都江東区出身。所属はズフログ。スケボー日本代表。2020年東京オリンピック、スケートボード男子ス,ストリートの初代金メダリスト。東京都江東区出身。東砂小学校、砂町中学校卒業。6歳の時、タクシー運転手として働く傍らスケートボードを、していた父。 両田と大島小松川公園でスケートボードを始めたことをきっかけに競技を始める。10代前半の頃には国内トップ選手として活躍。当時の堀米を知る競技関係者は普通の小学生と違った。彼は人を真似るのではなく自分から人と違う技、誰もできないような技に挑んでいたと話す。また、小学生の頃から海外大会への参加を行っていた。 2014年2015年には2年連続で日本スケートボード協会年間グランドチャンピオンに輝く。2016年にはスケートボードの本場で活動しないと注目してもらえないとの思いから活動拠点をアメリカ合衆国ロサンゼルスに移す。2017年のスケートボードの世界最高峰プロツアーストリートリーグでは準優勝を果たし2018年に イギリス・ロンドンで行われた同大会では日本人初の優勝を遂げた。彼の演技はエフォートレスと評され人気を博していた。2019年5月には2020年東京オリンピックから正式な種目に加わるスケートボードの強化選手として選ばれる。同年11月には中村林夢、五十嵐カノアラらとジャパンアクションスポーツアワーズ2019を受賞。 2021年7月25日に2020年東京オリンピックスケートボード男子ス,ストリートにて金メダルを獲得。2021年のインタビューでは自分の仕事、職業として意識するようになったのは2016年にアメリカに来てからです。ずっとシェーン・オニールやポール・ロドリゲスなどのスターに憧れていて彼らと同じ最高峰のプロツアー。 ストリートリーグに参加することが夢でした。最初の頃は全く結果が出なくて自信をなくしていましたが、2017年にストリートリーグの株リーグの大会で1位になり、ようやく自分もプロとして戦っていけるんじゃないかと思えるようになりましたと語った。ありがとうございます。